皆さんこんにちは、トローストのりこです。今日もこの動画をご覧いただきありがとうございます。今回は健康的に食べるをテーマにタッピングの練習をしていきたいと思います。健康を維持するために健康的な食事をとりたいという方はたくさんいらっしゃると思います。でも誘惑に負けてしまうこともありますよね。時々脂っこいものを食べたり甘いものを食べたりして自分を喜ばせるっていうことはいいことだと思うんですけれど、不規則な食生活が長く続いてしまう場合はちょっと心配になります。体は食べるものからできていますし、自分の体は自分にしか管理ができないので、もし今健康的な献立を知らないっていう方がいらしたら、たくさんの方もありますし、スペシャリストの方もたくさんいらっしゃるので、今から勉強を始めることもできるんじゃないかなと思います。私も健康的に食べていきたいと思っているので、今日は皆さんと一緒にタッピングできたら嬉しく思います。はい、それでは始めていきましょう。では空手チョップポイントを叩きながらセットアップフレーズを3回言います。私は健康的に食べたい。そう思っている自分自身を受け入れます。私は健康的に食べたい。そう感じている自分自身を受け入れます。私は健康的に食べたい。そう感じている自分自身をすべて受け入れます。健康的に食べたい。そして健康になりたい。内側から健康になりたい。心も体も健康になりたい。健康的に軽やかに生きていきたい。自分の体は食べるものからできてるから、自分にふさわしいものを口にしよう。内側から健康になれるようにしっかりと選んで、食べ物を選んで口にしよう。内側から健康になっていこう。内側から心も体も健康にしていこう。私の食べた健康的なものが細胞の一つ一つに届くように。それでも時々何でもかんでも食べたくなる時がある。ただただお腹をいっぱいにしたいと思う時もある。そう感じる時は一回大きく深呼吸をしてみよう。ゆっくり息を吸って、自分が今どのくらい自分を大事に思ってるか考えよう。自分が自分のことをどれだけ大切に思ってるか感じよう。そしてきれいなお水をゆっくり飲んで、体の中を心を込めて洗ってあげよう。そうしていると自然とその食欲が収まってくるだろう。私は健康的に食べて健康になるんだ。健康的に食べて体を喜ばせるんだ。自分にふさわしいものを食べて自分を幸せにする。自分に何が必要か
かるのは自分だけだから。それができるのが自分だけだから、自分で自分を大切にしよう。自分にふさわしいものを用意してあげよう。体が喜ぶものを用意してあげよう。そうすれば私の体が喜ぶだろう。私の心も喜ぶだろう。体にふさわしいものを口にする。健康的なものを口にする。私は大事な存在。自分が大切だから健康的なものを選ぼう。私は大事な存在だから健康的に食べよう。息を吸って、はい、吐いて、はい、我慢しなきゃとかダイエットしなきゃじゃなくて、自分にいいことをしよう、自分が気持ちよくなることをしよう、自分が幸せになること、健康になることをしようって、もうワクワクするような気持ちで健康的なものを口にできたらいいなと思っています。